横須賀ネイビーバーガー横須賀ネイビーバーガーとは2009年1月30日から神奈川県横須賀市内で販売が開始された横須賀独自のハンバーガーであるご当地バーガーの一つとされる2008年11月に横須賀市が横須賀ネイビーバーガーで商標登録を出願しており2009年6月19日に登録が認められている横須賀市では 1999年から横須賀海軍カレーをいわゆるご当地グルメとして町おこしを行ってきた。海軍カレーは旧日本海軍の横須賀鎮守府を発祥とすることから町おこしにあたって海上自衛隊の横須賀基地と共同で地元の活性化を推進してきた。この海軍カレーによる町おこしが2009年に10周年を迎えるにあたり海上自衛隊ともに 横須賀市にあるアメリカ海軍第7艦隊の横須賀基地とも共同で地元の活性化を推進することになった。そこで米海軍内で食べられていたハンバーガーであるネイビーバーガーのレシピを同基地と横須賀市との友好の象徴として提供してもらい、それをもとに横須賀独自に開発した横須賀ネイビーバーガーを新たに市内の飲食店で提供することになった。これにより、 既存の海軍カレーと同様に、横須賀市の都市イメージ工場と同市への集客促進を図ることを目的としている。2008年11月19日に、横須賀基地の米海軍司令官より、横須賀市長へネイビーバーガーのレシピが提供された。このネイビーバーガーとは、米海軍内の軍隊食であり、感染の見張り、要因の食事として提供されていたものである。 横須賀市内の飲食店ではこのレシピをもとに店舗ごとに独自にハンバーガーを開発し、横須賀ネービーバーガーという統一ブランド名で2009年1月30日から市内4店舗で販売を開始した。提供店はその後拡大し、同年12月時点では13店舗となっている。ありがとうございます。